どうもこんにちは、フェリシティです。あれ、今レベルメーターが最やけに広がってたけど大丈夫かな。サターンソフトの日焼けの思い出プラス締めくりを毎日遊んでいます。今日は2023年12月22日、始めてから356日目です。終了まで、とりあえずの終了まであと9日です。楽しみですね、終わるの。始めます。セガサターン。バーチャファイターよりもファイティングバイパーズよりも強い人はいるんですか？いるんです。隠れキャラ続々、ファイターズメガミックスいるんだ。割と早めに、早めでもないか、始めました。ちょっとサルーの話をする、サターンのね、すると230本まで今入りました。だいたいあれですね、225本ぐらいで100ギガ使ったことになりますね、 SD カードの。まあ、かける4で。いや、4ちょっとかな。まだギリギリ、全部入るかどうかギリギリな状況です。だと思いますね。突然、ものすごく容量の少ないソフトとかも入ってるんで。もう、それを楽しみに生きていくしかないです。まあ、ある程度、ジャンルを固めながら、PC に取り込んでってるんですけども、まあなかなか一気に同じジャンルってわけにはいかないですね。まあどっちみちある程度ほぼ入れ切ったらまた最初から入れ直すと思うんで、結局はなんか ABC 順になりそうな感じしますね。なんかそれが一番無難な感じがして、まあ、後からソートできるなら、まあ、いいんですけどね。お、入った。まあ、飛ばしちゃダメだよ。まあ、明日休みなので、早めにこれをやって、なんとかね、編集作業に入りたいんですけど。あと、サルーの動画もね、やはり好評なので、もう一本作りたいなと思ってるんですけど、それすごい作るのに面倒なんですよね、多分。やっぱり、このサルーの労働時間の短さはかなりインパクトあると思うんで、それをできるだけ集めたいなと思うんですけども。同じゲームを2回ずつやらなきゃいけないなと。大変でそうです。どこなのこれ。これでいいの。まあサルーの中はいいんですけど、実機のディスクの方をね、やるのがものすごい大変です。要は比較動画なんですけど。じゃあもう、今日まだ何も撮ってないですけど、紹介動画、右画面に行きます。本日紹介するのは、Xbox 360のカルドセプトサーガです。まあこれは、2024年に、実況動画を作るかもしれないじゃなくて、実況動画にします。あれ？それ見つかったの？って思う方いると思いますけど、あまりにも見つからないと、いつまで経ってもできないんで、駿河屋でタイトルアップデート版が、まあ500円ぐらいで売ってたので、買いました。まあ、あって、見つかれば
それはそれでいいでしょう。どうせ110円だったし。で、前からやりたかったので、これはやります。本日紹介したのは、カルトセプトサーガ、まあ、Xbox 360でした。はい。どのくらいかかったのかよくわかんないな。実は先に、右で表示させていたサルーの画面を録画してたので、そのままなだれ込んできてるので。つまりこれはサルー版でやってます。また明日ね。遊びのビーチに魂込めた一人の男が今日も行く。セガサタンしろ、セガサタンしろ、セガサタンしろ。トイヤ。ねえ、札幌は雪が全然積もってないですね。積もった分が、まあ、氷と化して、昨日ちょっと降って、やっと歩きやすくなったぐらいで、うん。まあ、歩きやすくなりましたけども。北海道では結構、たくさん積もってるとこもあるんですけども。全然雪ないです。乗ろうと思えばまだ自転車にも乗れます。シティサイクルの方ですけどね。クロスバイク乗るのはちょっと、死にそうなんでやめますけど。それではまた明日お送りします。あと9日、まああとなんだ、動画として8回お送りするはずですけども、それではまた明日お送りします。ありがとうございました。